どうもみなさんこんにちはミステリー作家の七尾よしですはい今日はね今回はネットフリックスオリジナル映画から最近配信されていて面白かったものを3本厳選してご紹介したいと思いますいやーネットフリックス 相変わらずのクオリティの高さを誇っていて特に大人向けのヒューマンドラマには傑作が多くて映画館に足を運ぶ必要性を感じなくなってしまうほどなんじゃないでしょうかそれどころかネットフリックスオリジナル映画が配信前に映画館で特別上映されているほどなんですよね。 以前、レビューしたアイリッシュマンに至っては配信直前だというのに劇場が混み合っていたほどでこれほどのクオリティ高い作品は映画館で見たいというニーズを呼び起こしているほどにはね、もはや驚愕すら覚えます。はい、というわけで今日はね、3本レビューしたいと思うわけなんですけどまずは1本目「スパイダーマン」でおなじみのトム・ホランド主演のヒューマンサスペンス「悪魔はいつもそこに」。 不気味な雰囲気の流れる1950年代のアメリカの田舎町で起こる不穏な出来事を描いた何気にヤバめなサスペンスですね。第二次世界大戦から戻ってきたウィーラード 彼は戦場で残虐な経験をして心に病みを抱えてしまっていますそんな彼が地元でウェイトレスとして働くシャーロットに一目ぼれをして何とか口説きを通して結婚するんだけどやがて息子のアービンを授かることになるんですが成長した彼を、ね、トム・ホランドが演じることになるわけなんですよこの彼のです、ね、お父ちゃんウィーラードが戦争の後遺症のためがね かななりやばい人になっていて、まあ、例えばね、この幼少時代の、えー、息子、息子の飼い犬を射殺して、生贄として神に捧げるなんて、本当にやっちゃうわけですよ。まあ、そんな彼はですね、病気で奥さんを失い、彼自身も自ら命を止めてしまうわけなんですね。 まあここら辺のねやり取りだけでもねやべえやべえやべえ感じプンプンするわけなんですけどこれはね本当ねこの物語の中では小さなエピソードの一つにしか過ぎないんですよ。まあ彼らのね彼のお父さんのこれやべえエピソードもね本当と小さなエピソードなんですよ。ていうのもね この街には他にもやべえやつがぎょうさんいてですね、彼らのストーリーがそれぞれこう綿密に描かれて、濃密に描かれて、その彼らのストーリーがですね他のや,まやばめな人たちとのストーリーとね、交錯することで、またとんでもない惨劇が起こるという、一種の群像劇となっているわけなんですね。まあ、特にね、印象的だったのが、ボニーとクライドみたいな夫婦のシリアルキラーの アベックカップルなんですけどね、えー、彼らはヒッチハイカーを殺してね、まあまあ、女性の方がね男性のヒッチハイ,クをカイカーを誘惑して車に乗せてそれでまあこう2人でね殺しちゃうみたいな、まあ、シリアルキラーなんですよで他にもねこの町の教会の牧師は町の少女たちを誘惑しては彼女たちを性の毒ガにかけていくんですね まあそんな感じでねいろんなやべえ人たちバラバラに展開していくんですがやがて彼らのストーリーのいくつかがですね気まぐれって感じでつながって暴力や殺戮という最悪な形で収束していく姿を描いていますこの少女たちを食い物にするロリコンハレンチ牧師をあのテネットでやたらとかっこよかったロバート・パティンソンが演じてるんですよ いやーこのお兄ちゃんね、ねマジでやばい。今回出てくるキャラクターの中でね一番やばい人ですね。いやクまあ、本当ね、今回はね超絶胸クソキャラですよ。あんなテネットであんなにかっこよかったのに超絶胸クソキャラ。よくぞここまで鬼目して胸クソの役が演じられるものですよ。いやー逆にね、感心してしまいました。はいというわけでね映画の評価額をつけたいと思います。 大人の映画鑑賞料金1800円に対してこの映画にならいくらまで出せるかということで評価額をつけていきますネットフリックスオリジナル映画悪魔はいつもそこに評価額はズバリ1200円両作ですはい 妙にですね、妙に記憶に残りそうなね、胸クソ映画ですよ、はい。それにしても、この映画を見ると、宗教って一体何なんだって思いませんか、まあ、僕たち日本人はね、無宗教って人が多いんですけど、まあ、キリスト教にしろ、イスラム教にしろね、うん、確かに多くの人たちを救っているのかもしれないけど、少なからずの人たちにとってはね、害悪にしかなってないじゃんって思ってしまいますね、この映画を見ると。 神様のために他人を傷つけるなど、まあ、言語道断ですよねはいもうほんとねネットフリックスすごいですよねこのクオリティの映画が月に3本4本ぐらいはねオリジナル映画として配信されていてさらにはオリジナルドラマもありますからねさあ次行きましょうかねえ次の映画はですねアカデミー賞に向けて注目されてる一本ですシカゴセブン裁判 はいこちらね、ねアカデミー賞で注目されているということもあってですね、えー、配信直前からアップリンク渋谷なので劇場公開されていて結構ね、ねこう見合ってるみたいですね。すごい え1968年にシカゴで行われた民主党全国大会でえ、ベトナム戦争に反対する市民や活動家の人たちがですね抗議デモのために集まったんですが、まあ、最初は、ね、平和的にえ行われていたはずなんですけど、やがて何か大きなきっかけがあって、ですね警察隊と衝突することになるんですね、そして多数のけが人が出てしまったと、このことでデモの首謀者とされたアビー・ホフマンや トム・ヘイデンら7人の男たちがですね暴動を煽った罪で起訴されてしまい裁判の歴史に悪名を轟かせた類を見ないほど衝撃的な裁判が幕を開けることになったというまあそんな内容なんですよはいもちろんねこちらは実話に基づくトゥルーストーリーなんですねネットでね調べてみたらですね こもともとはスティーブン・スピルバーグ監督が手掛ける予定だったんだけど全米脚本家組合がストライキを起こしたことで制作が中断しちゃったため脚本担当していたアーロン・ソーキンが自ら監督を務めたという経緯があるそうです。 アーロン・ソーキンといえばね、あのソーシャルネットワークなんかを、ね、の脚本も手掛けていましたよね。まあ、本作ですね、ヒューマンドラマというよりは、割とね、ガチな法廷劇なんですよ。裁判のシーンが物語の多くを占めています。 え当時はベトナム戦争を真った中で反戦を唱える者は犯罪者、まあ、つまりデモを起こす人イコールテロリストという政府の暗黙の認識がありましたからね判事もねどちらかといえば政府寄りな人間なんですよもはやねこの裁判政治裁判と言ってもいい状況なんですね7人は反戦運動をしただけで理不尽に罪に問われてしまっているんですよ でまあまあ物語をね追っているとねまあ多少こいつらね煽っちゃいるんだけどまあそれもねあのベトナム戦争を止めるためですからねあの泥沼のベトナム戦争ですよ多くの若者たちが無意に身に命を落としてしまいましたよねあの戦争がね本当に正義だったのかどうかなんて、ね、まあかなり怪しいですよねそもそもあ,あの戦争ベトナムを舞台にしたソビエトとアメリカの代理戦争じゃないですか まあそういったね、歴史的背景はともかくですね、法廷劇としてはこの映画ね、抜群に面白い。本当にね、過去にもいろんな法廷劇ドラマ、映画をたくさん僕見てますけど、その中でもね、出色の出来栄えだったんじゃないかなと思うんですよ。なんでかっていうとね、とにかく、まずね、判事、こう裁判長のキャラがやたらと立っていて、彼とね、 えー、検察官弁護士そして被告人たちの繰り広げる町長発祥のやり取りがねこれがめっちゃ面白いんですよ彼らの会話劇の面白さだけでこの映画の8割は成り立っていると言っても過言ではありませんこの映画、えー、上映時間2時間10分と割と長尺な内容なんですけど テンポはいいしそれでいてね結構娯楽性エンタメ性も高いんですよねさらには社会派ドラマとしても相当に見応えがあるので全く退屈することはありませんでしたアメリカの近代史を描かれてはいるんだけど、まあ、アメリカの近代史僕もねよく分かっちゃいないんですけどそんな僕でもね混乱することなく時代背景を理解しつつ見られるようになっているのは、まあ、それだけねシナリオ演出が優れているからなんでしょうねというわけでね評価額をつけたいと思います 映画「シカゴ・セブン裁判」評価額はズバリ <noise> う1400じゃないな1300円、終作です。<noise> はい、この映画ね まあ、とにかくハンジさんが本当面白い人で今回は悪役になっているわけなんだけど、まあ、最後まで憎めないっていうかね自分の威厳を最後の最後まで守ろうとする姿はね滑稽でもあるし何、まあ、といっても彼の繰り出すセリフが射断でそれでいてテンポが良くて彼らとのやり取りが白熱したテニスの、ね、試合みたいになっていますこれがねとても良かった多くのキャラクターが出てくるんですけどそれぞれきちんと書き分けられていて無駄な人物というものが 1> 1人も出てこないんですよえさらにはね、このハンジーさんとか、この7人のね被告人だけではなく、弁護士とか、検察官、まあ、いわゆる検事ね、検事たちも魅力的に描かれていて、全体としてキャラクター合戦にな,れてなっているところもね、えー、楽しめました。まあ、それにしてもね、当時の警察は、こんな事件にもね、おとり捜査を仕掛けるんですね、いやそれもハニートラップでしたよ。<laughs> それはねね驚きました、ね はいいかがですかね、ネットフリックスはこのクオリティの映画を、ね、惜しみなく見せてくれますからね、これ本来、映画館で1800円出してね、見に行ったとしてもまあ良かったなと思えるレベルの映画でしたよ。いや、本当ね、ネットフリックス、恐るべしです。さあ、次はね、最後の映画になるんですけど、最後はナイジェリア・アフリカの映画なんですね、オロ・トゥーレ。はーい、こちらもね、なかなかに見応えのある社会派サスペンス映画でしたね。 オロトゥーレって何かっていうとね、これね、主人公の名前なんですよ。え彼女は女性記者なんだけど、エヒと名乗ってねえ、自ら売春婦になりすまして、女性人身売買の潜入取材をしているんですね。すごいよね。<laughs> 自らね、身を売ってね、身を投げ出して潜入捜査をしている、潜入取材ね、取材をしているんですよ。記者なんですね。全然記者に見えないんだけどね。で、彼女はね、 置き屋に寝泊まりして夜は客引きのために繁華街に立つんですよ。で、まあ、当然ね男たちに乱暴されたりしそうになるんだけどその時はねその都度逃げて事なきを得ていたいという設定なんですね、まあ、ちょっとこれね。 これ一応あのトゥルーストーリーではないし、実話を元にしたストーリーじゃなく作り話なんで、ちょっとここら辺はね、かなり無理があるんじゃないかなと思うんですよね。やっぱ男を相手にしないで、売春婦にずっとなりすましていることができるかって言ったら、それはね、無理だと思うんですが、まあ一応そこら辺はね、あの突っ,込ま、ね、突っ込まないでおきましょう。で、そんなある日ですね、ルームメイトのリンダがヨーロッパ、イタリアに渡る計画を立てているという話を聞くんですよ。 ね、ですよねヨーロッパに渡ると書いて渡航するというわけなんだけど渡航、まあ、するといってもね結局何,の目ね何しに行くかというと、あのー、そこに売春をしに行くわけですよね、まあ、あのヨーロッパの方が稼ぎがいいからねこのナイジェリアよりはあのヨーロッパの方が稼ぎがいいんで、まあ、出稼ぎという形で、うん、行くんだけどその時もねそのためにも彼女はね大金を支払わなきゃいけないわけですよ。 ねえ退金支払って人身売買されるというねんたる理不尽という話なんですけど、まあ、現実そういう女性が多いわけなんですねで彼女はねやっぱりあのオロトゥーレもあの東,のめ東,東欧の、まあ、イタリア行きのメンバーに入,るわけ入りたいわけですよねそれこで人身売買の女性ブローカーアレロに接触します 彼女に気に入られたオロトゥーレは大物政治家が広くパーティーに参加するんだけどそこで薬を盛られて、ね、動けない状態で、まあ、無理やり、ね、その政治家にやられてしまうんですよね。まあ、そんな状況にもかかわらずそんな状態にもかかわらず、まあ、ボロボロの精神状態ながらも彼女は不屈の精神で、ね、取材を敢行します。人身売買の闇をえ 暴くためにはね、えー、彼女自身もリンダと一緒にイタリアに渡ろうとするわけなんだけど移動はブローカーカが用意したバスなんですねその中継地点で彼女はあまりにも恐ろしく残酷な現実を目にするというねそういう内容ですそれではね評価額をつけていきましょう映画「オルトゥーレー」評価額はズバり「1200円良作」です。 終盤までは日本でもこんな目に遭ってる女性は少なからずいるよなと思いながら見てたんですけどオロトゥーレがイタリアに向かうためにバスに乗ってからがねこれからがね本当の地獄だったんですよえ舞台はナイジェリアです人口は何気に2億人もいて日本より多いんですよねアフリカ最大の人口です多くの人身売買のやり取りがされていて貧しい農村部から子供や女性たちが売春のために裁かれているという現実 女たちに無理やり出産させる赤ちゃん工場になるまでもの,ものまでありましたよねナイジェリアの女性たちはイタリアやベルギー中東などに売られているようです本作でもイタリアでしたね政府はいろいろうるさいですから正規ルートではイタリアには渡れないそこで長い期間をかけてイタリアに入国するわけなんだけどこの映画のようにその途中で殺されたり男たちから暴行される女性が後を絶ちませんまさに究極の貧困なんですね日本も貧困国家だと言われるようになってきたけどアフリカのそれ とはレベルが違いますね生々しくて救いようのない絶望的なストーリーに胸が痛くなりますがこれがねどうやら現実のようです真の貧困の怖さって人々から他人を愛したり慈しんだり思いやったりする気持ちが全くなくなってしまうってことですだから女性たちにあんなひどいことができるんですよねそしてラストシーンですようわーと思いましたわ こういう映画を見るとつくづく思うのは生まれる時代国が変わると天国にも地獄にもなるということです。アフリカの貧困で歩あ女性たちから見れば日本の貧困なんてまだまだ天国じゃないでしょうかね。とにかくアフリカに生まれなくて本当に良かったとしか言いようがありません。彼女たちをなんとか救ってやりたいけど自分たちの足元も危ういわけでそんな余裕とてもないっていうのがね、本音ですよね。